こちら VR の、広角機動隊。あれ、広角機動隊は、城政宗さんの原作漫画がありまして、でも、私は、押井守監督の劇場版の作品とかの漫画は見たことないですね。アニメ版しか見たことないんですけど。なんか、高校生ぐらい、いや大学生ぐらいの時に見てもなんか難しいアニメだなぁ。あれ高校生、いや大学生か、大卒かな、ニートの時に見たのかな。でそうだニートの時に見て、なんか説明みたいなの全然ないけど、こう映画みたいなっていうか、こう説明、こう見てる側に丁寧に分かりやすいようにっていうよりかは、なんかこれは何だろうみたいな感じで、こっちがいろいろ感じて見て、すごい、なんだろう、映画みたいなアニメって言ったらなんか変だけど、なんかそういう印象がありました。で、私脳って初めて見たんですけど、でしかも今回 VR の脳、 3DVR の脳で、まあ最初説明、こういうことをしますみたいな、やんわり暗い中、声優さんの方、声優さんの方が広角機動隊の簡単な説明と脳の簡単な説明をしてくれるんですよ。それの時間が結構長くて、でもまあそれが終わって、一通り説明終わった後真っ暗になって、よーポンみたいなのが、ポンポンポンみたいなのがなってて、でどっからか笛がピー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 ってなるのね。なんかほんと真っ暗の中だよ、真っ暗の中、よーポンってなって、笛も鳴ってポンポン鳴ってってなると、なんか本当に異世界に誘われるっていうかさ、そういう不思議な体験とかは、なんかふわーこうふわーっとしてくる、してきて、ね、なんかこうやって出てくんじゃん、なんか言ってんだけどさ、なんて言ってるか全然わかんないんだけどさ、高三万元元子って言ったりしてるから、あ、草薙元子って言ってるみたいななんかね、すごかった。でね、これもね、本当はチケット高いんだけど、見切り席、本当に端っこの席で、本当に見えづらくてさ、やっぱ安かったのね、チケット、やっぱ見切り席だから安いと思って、でもこう見たいから行こうって思って行ったけど、やっぱり高くても正面から見ないと本当の楽しさっていうのは味わえないんだろうだなと思いました。本当、こっち側4分の1ぐらい見えてなかったんで、こうさあ何件もどんこでパンフレットも買ったんですよ。かっこいいでしょ、こうやって VR の広角機動隊、こうやってこんな感じでっていうのが写真でも見れるんですけど、でなんとこっち側半分は歌本っていう風になっていて、こう広角機動隊、還元を求めてモンゴルエンドモートみたいな、あ、こうやって言ってたんだみたいな、バトーとかさ、ゴーストとか言ってるんだけどさ、なんかねすごいちょっと笑っちゃうよね。ゴーさんなんぎーとか、もっともっとこうみたいな。
またね、機会があったらちゃんと次は正面で見たいなと思います。はい。